より機能的に、より安全に。日立建機日本のクローラキャリア ZG シリーズ、全シリーズにおいて360度全旋回機能を搭載。4トンクラスにおいては国内で唯一となる全旋回を実現しています。最新型の国産エンジンを採用し、燃費削減にも貢献。 ZG40R では尿素レスを実現しました。荷台の耐久性も向上し、対摩耗鋼板ハルドックスを採用。バケット爪などによる外的ダメージも軽減され、ランニングコストの低減に貢献します。 ZG130R は国内で唯一13トンの積載量を実現しています。また前方に伸ばしたガードは、キャビン側に土砂が落ちにくいような設計になっています。バッテリーディスコネクトスイッチを標準装備し、整備時の安全性も向上しています。電子制御式ジョイスティックレバーを採用。常にレバーを倒す方向に車両が走行するため、シンプルで快適な運転操作を実現します。直感的な操作感のタッチパネル液晶モニターは、大きく見やすい画面表示で、データ画面やメンテナンス画面にて車両状態を分かりやすくしました。オペレータの最適なポジショニングを測る高さ調整機能付きアームレストなど、より楽な姿勢での操作を追求し、オペレータの疲労を軽減します。ZG シリーズは日立建機独自の遠隔管理システムコンサイトに対応しています。機械の位置情報、稼働状況をリアルタイムで確認、稼働効率の向上、効果的な運用に貢献します。 ZG130R は過積載予防計測機能を搭載。また全シリーズにおいて、積載時、上り坂での走行、旋回動作など、高負荷作業時のエンストを防ぐアンチストール機能を搭載し、生産性の向上に貢献します。環境にも配慮したオートデセル機能により、一定時間ニュートラル状態の時にはエンジン回転数を自動で下げることで、余分な燃費消費や CO2 の排出を抑えると同時に、騒音も低減します。 ZG130R はアラウンドビューモニターを搭載。またエンジンの後処理装置の配置を最適化し、エンジンカバーの高さを抑え、直接目視できる範囲が拡大、より安全な作業を実現します。車両の状態を分かりやすく表示する傾斜警告機能も搭載しています。全旋回クローラキャリア ZG シリーズデビュー。